大きなバイクがここあるんですけど、これって何に使うんですか？そうですね、練習であのバンクの中で、はい、バイクに引っ張ってもらって、うん、あの自転車に乗ってトレーニングします。それはなんか普段 の, あの練習で本当によく使うんですか、このバイクを？そうですね、それも人によって違うんですけど、はい、そうですね、あのちょっとスピードはやっぱりバイクだと自転車より出るので、うん、スピードが上がる練習をしたい時にやってもらうみたいな感じです。これはその先輩とか同期とかに頼んだりするんですか、後輩とかに？そうですね、はい、基本的にあのできる運転ができる人をやってもらいます。はい、免許持ってる人にやってもらって、はい、それを追っかけていくってことですよね？はい、そうです。あ、だからなんかこれもついてるんですか？なんて言いますか、この、そうですね、このローラーもあるんですけど、あ、ですです、あ、あの当たっても大丈夫なようにタイヤが回ってくれる。なるほど、はい、あ、じゃあぶつかっても変な風にならないようにこれ2台ともなってるってことですね、うん、そうですね、はい、ここに当たっても大丈夫、基本的にギリギリここら辺について。あ、ギリギリで走るんですか？はい、怖いな。え、お二人も実際やられるんですか、このバイクの練習は？そうですね、やったりもします、うん、そうですね、今ちょっと競輪場を塗り直したばっかりなので今使えないとか、夏場は松坂は禁止になっています。あ、そういうのも場所によって、場によって違うってことですね、はい、じゃあ。そうですね、あの競輪場の走路、やっぱり基本的にレースで使うときに、はい、傷んでしまったらやっぱり意味がなくなっちゃったりとかもするので、やっぱりそういう規制も結構あります。うん、はい、まあ、でも使えるところは、まあ、使った方が距離の感覚がつかみやすくなるということですね、スピードの感覚が、はい、すごい、すごい。だってもう、まあ、調教とかだったら、まあ、馬ですけど、もちろん、そうそうそう、それがまあバイクっていうちょっと意外でした、まあ、びっくり、まあ、てっきり自転車だと思ってましたもん、はい、ね、一緒にこう、そうそうそう、やる感じだなと思ってます。すごいですね。